ベルモット・ジン・ウォッカさん、よろしくお願いします。イリア・マリニンは4回転アクセルにかなり自信を持っていますね。練習でかなりの高い確率で決めているので、世界初の成功はマリニンになるでしょう。それに4回転ルッツも持っていますしまだまだ荒い部分がありますが、それがなくなればネイサン・チェン並みの強い選手になるでしょう。ン・チェが輪で 金メダルを取ったら次は自分の番だと、えー、思っていると思いますよ。狩山や宇野も簡単ではないと思いますよ。イディアン・マリニンは親がコーチを基本に、えー、コーチを基本していますが、短期的にアルトゥニアンコーチに指導を受けています、えー。サポート体制も完璧に近い形があるので、回って怖いと思いますということですね。うんまあ 確かにまああのジャンプがね安定してきて、まあ、さらにそこに加えてそのそういった先生たちの指導によって、えー、スケーティングとかねまあそんな他の要素が高まってきたら恐ろしいかなと僕も思うのでうんだから確実に強くは強いかなと思いますよそれはうん。まあ場合によってはですね世界最高得点をどんどん出していくようなね、まあ、いつかそういう 感じの選手になる可能性もあるので、まあ今すぐリターはわかりませんけどね。ちょっと pcs とか人はバランスを良くして、あの pcs とか上がってくると、ちょっとあのあれかな。そういう選手になってくるんじゃないかなとはちょっと思うんですけど。はいエミリーさんどうもですえ。そうそう、それなのに宇野ファンが羽生くんに対抗するためにマリリンくんを応援するなんてえ、そんなことをやって余裕はありません。ということでね。うんということなんですよね。うん。 そういったなんかファンがいるらしいんですけど、まあ、いただきましたねコメントでねうんえベルモットジーマワガカーさん簡単に言ったら宇野が姉さん姉さんちみたいな圧倒的な実力を身につければマリニンが相手だろうが負けることはないと思う。え姉さんの強さの源は4回転ルッツと4回転フリップをえいとも簡単にロングエッジなどえマイナスを取られることなく飛べることえこれはえで,きえできそうで簡単にはできない うん、だから他の選手は4年間姉さんにほとんどえてなかった。宇野が姉さんのようになるのは簡単ではないが、もし姉さんのように圧倒的な実力がつければ、五、えー、輪で金メダルは取れますよということですね。まあ、確かにルッツとフリップをロングウェッジなしで取れるっていうのは、これは確かにすごいですね、うんで。なかなかそれはできることじゃない。比較的安定して取れるかなと。まあ、でも五輪の、えっと、ピョンチャンから、ね、北京の間ではね、 まあ4回転ルッツフリップまあどっちかを入れて、えー、片方を 4t にしてることも結構あったので、まあ、オリンピックはね本当にねオリンピックに向けて非常にその精神的にもね強くなったのかなとはちょっと思うんでそういったところもかなりねあのー、この4年間ですごい良かったかなと思いますね確かにうんはい、えー、そしてさかさんありがとうございます えー、マリニー選手でも金メダルを取るのは容易ではないと思いますよ。あなたが崇拝している、えー、姉さんも、えー、ピョンチャンの時は金メダル確実と言われましたが、初めてのオリンピックの雰囲気にのばれてあり、えー、怪我などもあったようですが、ショートでは自滅しました。えー、その代わりフリーは素晴らしかったです。えー、そしてそれをバネにして、北京では見事に金メダルを取りましたね。えー、確率は多少はあるかもしれませんが、みんな容易ではないと思います。 だからんなしにものぐるいで頑張っていますということですね。うん。はい。まあ、そうですね。まあ、そんな簡単なことではないかなとは思うんですけど、ただ、マリニン君見てると、まあ、結構、なんて言うんだろう。もう、バンバンこうやれちゃうのかなっていうね、ちょっと感じはするんですがね。どんな感じでしょうかね。はい。えベルモット・ジーマカさん。だから、アルトニアンコーチがメンタルトレーナーをつけたり、いろんな振付け師を呼んだりして、 えチームアルトゥニアを形成して、姉さんを全面的にバックアップしたじゃないですか。姉さんも自分一人で栄光をつかみ取ることはできなかったと断ることに言っていますよ。えアルトゥニアンコーチの、えー、練習拠点のアーバインにもオーサーコーチがいます。えそれら全てをバックアップしたら、姉さんは金メダルが取れた。えー、フィギュアスケートという特殊な、えー、競技で金メダルを取るのには、 凄腕コーチを含めたサポート体制がいかに必要かということを姉さんチェーンが教えてくれましたねということですね。うん。はい。まあ、コーチが本当にすごい、すご腕を持ってるのかな。うん。すご腕を持ってるし、まあ、姉さんの実力もすごいし、それをバックアップしたっていうのは、やっぱね、支えが非常にあったのかなとは感じるんですけどね。はい。で、えっと、マスミンさん、ロングエッジではなく、 ロングエまあちょっとこれは難しいですよねウォロングっていうのはね、うんはいえー、そしてユンママ様別に特別な揉め事があって思ったのではなく全体的に他の界隈と比べて同じ競技者に対してのリスペクトがなさすぎると感じただけです、えー、それとすいません寂しいとは私は思いませんということなんですがファンデッキが浅いせいか もちろん、仲良くことは良いことですが、あまりプライベートに興味はないし、みんなが楽しくやっているならば、それでいいと思う。半くんが一人ぼっちとかも思いませんえ。それどころか、新しいアーティストさんたちと新しい交流が生まれて嬉しいです。私自身のことですが、つるんでいるからといって、えー、その人が大切な人というわけではないですから、ウーム疎外感、えそれはちょっと違うかな。 なんかドロドロ感が最近透けて見えてきたってことですかねということなんですけどえっと寂しいとは思わないっていうのはあるんですがだとするとちょっと僕は安心しますねなんか皆さんて寂しい方多いかなと僕は感じていたのでなんか結構そうですね寂しくないとなるとちょっと僕は安心するんですけどはいあでも皆さん結構寂しくない感じなのかなえ、ま、チゴプリンさんも今はさはカブくん君の分析とは違いますよね 私は気持ち分かりますよ。あ桜子さんも何となくわかりますということなんで結構寂しくないのかな。だとすると僕は安心するんですけど逆に。いんまま様ありがとうございます。なんかいろいろ見聞きしてもやもやしてました。でもこれからの羽生くんに対しては楽しみでしかないですということなんで。あ、だとすると結構なんだろう。皆さんそんななんかもやもやしてないのかなってちょっと思ってるので僕の勘違いでしょうかね、うん。だとするとちょっと逆に安心するんですけどね。 あでも僕も今含めて14人もグッとしてるんで結構寂しくないという方多いんでしょうかね。だとするとちょっと僕の勘違いというか安心ですね。はい。え、ケイコさん0219さんありがとうございます。あ、ケイさんでいいのかなえ、羽生くん自身がツるムの好きじゃないのではないかと思っています。え、釣るものが好きだったら SNS を一切やらないなんてことはしないだろうし。 ファンもそれを理解するべきでしょうね。大きなことを、えー、するとき、周りからの、えー、殺音をシャットアウトし、えー、孤独の中に浸った方ができる場合も多いです。その通りですね。オーサーを事実上切ったのもその延長でしょう。私自身、一度カナ,ダにカナダに帰ってほしいですが、うん。そうですね。僕も一回クリケットに行ってほしいなとはちょっと感じしてますが、なんとなくシャットダウンしてる感じはちょっとしますよね。うん。僕もそれは感じてますね。 ただ今後どうしていくのかな、本当そういうの。で先生とかどうしていくのかなってちょっと気になるんですけど、え小白委員さんありがとうございます。えー、おはようございます。株君は余すところなく思いやって伝えてくれて尊敬します。えアサイン発表で一気に盛り上がれるか、え諸事情が折り合うならえ、思い切って充電期間を1年取る決断があるのか、もうちょっとで一変すると思うんで、羽生君を思えばこそ深刻に取られないようにするのが良いと私は感じます。 えー、羽生くんもバカンス動画とか10秒くらいでも上げてほしいです。ね、まあ、それくらいね、上げてほしいなとはちょっと思うんですけどね、うん、あんまり、あのプライベートとかあんまりあれですね、やっぱこうあ、あんまりいいっていうちょっと感じなんでしょうかね、うん、まあ、あのー、ちょっと待っててくれっていうかね、お,たお楽しみに待っててくれっていう、ね、感じな、ね、ところが、やっぱ羽生選手の魅力なのかなと、ちょっと思うんですけどね、うん、バカンス動画、確かに。 加、えー部,えー、部君おはよう。えー、君の言葉私が感じていることそのもんです。えー、宇野選手、鍵山選手ははっきり今季のビジョンが見えています。でも羽生結弦君はまだ分かりません。不安なんです。だからと言っていただくのは別の話ですが、えー、羽生結弦の功績が忘れてしまうじゃないかと、モヤモヤ状態になってしまいます。 えー、大丈夫。記録として残っていると言われても、若い子はどんどん出てくるっていう感じです。なんかまとまらない文章になりましたが、今私の感情です。失礼しました。ということです。なのでやっぱ、もやもやしちゃってる、もやもやするっていうところがやっぱりありますよね。うん。まあでも、なんか最近ちょっとそういったイメージを感じていたんですけど、まあ人によって分かれるっていう感じでしょうかね。うん、なんとなくですけども。あいちごプリンさんからも。 え何かも、えー、揉め事があったわけじゃないし、イライラも寂しさも全く、あ揉め事なかったのか、ちょっと僕は勘違いですね。なんかユンママ様だったかな、誰かがなんかツイッターかヤフ、ah、コメかなんかで、なんかマリニン君を、なんだ、あの、宇野選手のアンチをするたびに、あ、じゃあ、羽生選手のアンチをするたびにかな、なんか宇野君の、ねえ、えっと、宇野昌磨君、あ、マリニン、あ、えっと、羽生選手を陥れるために、わざとマリニン選手の、えー、 なんか応援してるみたいなコメントだったかな宇野くんか逆か宇野くんかそうそうそうなんかそういう風な話がなんかあった気がしたんでうん。 それ聞いてちょっとえって思ったのでなんか揉め事かなんかあったのかなと感じてたんですけどえブ、ー、君は寂しいかと分析されていますが申し訳ないけで私の感情とは全く違います。あだとしたらちょっと逆に安心ですね。僕はこのままいけると思います。だとすると。うん。私は羽生選手に対して楽しみしかないんですよ。えブ、ー、君はファンたちが終わった今、えー、羽生ブクだと思っているようですが、えー、実は今月、日本の羽生ファンにとって怒涛の供給があるのでブクではありません。 雑誌も山のように出ており、そこにインタビューも載っていて、ここには特に情報は落としていませんが、羽生選手の前向きで温かい言葉も伝わっています。今回の問題はそこではありません。切り離して考えるべきですということなんですが、叩き棒問題は今始まったわけではなく、フィギュア界でもう10年以上続いているもんです。羽生選手が引退しても、これは続くでしょう。ののアアンンチアカウントどの選手に限りられず え選手を誹謗中傷しているものはブロックしていますが、えー、年々増えているのが事実です。えー、その中には犯罪級のものもあり、アカウント名まで私はしっかり覚えています。えー、こういったアンチが増えているのは、羽生ファンが寂しいからでは説明、えー、と羽生ファンが寂しいからでは説明がつかないでしょうということですね。僕、そういったあのツイッターとかって自ら見ないので、ちょっと分かんないんですけど。 なんかそうういいいいったた悪質なアンチがいるということこみたいですね以前、YM さんも、えー、宇野選手のアンチについても言っていましたねで宇野選手へのアンチも羽生選手へのアンチもフィギュアファンなのに、えー、選手へのリスペクトが足りない問題として同等に捉えるべきです。えー、某コメンターさん羽生選手が好きなのかなはアンチの存在が鬱陶しくてフィギュアについて語るのを一切やめてしまいました。 えー、特定の選手のアンチをしているつもりであっても結果的にフィギュアスケートアンチしていることに、えー、今の状況を心配しています。えー、ということなんで結構そういうのがフィギュアスケートは確かに多いのかなって、ね、多いのかな本当にあのフィギュアスケートか言って、うん、逆にその,あのしなんか神髄とかをこう突き止めない方が逆にいいのかなってちょっと思うんですけど、ね。うん 歌舞の後輩に語ってくれたように、羽生選手の名前はずっと残っていく。私もそう思います。えー、そのためにはフィギュアスケートを衰退させちゃならないと思います。えー、羽生選手はたとえ現役を引退しても、えー、フィギュアスケートに関わっていくと思うし、これからもみんなで盛り上げていきたいですね。えー、足の引っ張り合いなんて言語どんだんです。ということなんですね。うん。ということなんで、まあ、ちょっとこう、安心しましたね、僕は。安心というか、安心したのでいいのかな。でもちょっと、 違う、叩きも、問題は違うところにあるということなんで、僕のちょっと勘違いが入った可能性がありますね。うん。でもなんか、寂しさはないということがあったんで、ちょっと僕は、まあ、逆になんか寂しさあるのかなとちょっと思ったんで、そこまでもちょっと、たくさんいいねをしてる方も多いので、なので、まあ、ちょっと安心にしましたね。うん。ちょっと僕は、なんて言うんだろう。はい。えー、っと、そして、レモンみかんさんありがとうございます。 これは時代ののっていうのかな、ちょっと分かりませんけども、というのは、男性記号館には忘れられ、埋もれてしまうあ、埋もれる存在になることもあります、えー。そういった不安なのかしら、ファンタジー・オン・ワイスが終わったから寂しいのかしら、私は羽生結弦選手は飛び抜けている人であるから、どうしても孤高の存在みたいに感じるのは仕方ないと思います。そうです、その通りですね。うん、人間なのか、何を見させてもらっているのか。 私らシシモモのにはいろんな感情を巻き起こすでも羽生さんだって普通に生きている人の人間なので、えー、ポカスカドンなんこところもあると思います。それはそうですよ、うんあの。本当にもうそばにいたら全然違うっていうね。えってね思うことなんかたくさんあると思いますよね。うん、それはまあ羽生さんにかかわらず芸能界とかでもそうだと思いますね。いくらこうなんかあのねすごいこうなんていうんだろう素敵だなっていう人でも。 普通にこうね、その辺でこけたりとか乗り遅れたり忘れ物だってあるでしょうし、もしかしたら日常、普通、いわゆるこう一般的な人よりも結構なんか特殊なそういった特殊、というかそういったことがあるかもしれませんよね。うん。忘れ物だってあるでしょうし、くしゃみをしたりお腹を壊したりっていうことはあるでしょうし、普段はおしゃれしない、かっこつけないしっていうね、うん、ところなんで、まあ、結構だからそう、そうと思いますね。うん。 案外特化した能力は高い人は、その他に気が回らないこともあるのかもしれない。その通りだと思いますね。僕もそれはあると思います。え身体能力は普通ではなく高いとしてもえ、体力は人類最強とは言えないし、一長一短ある中で最大限の自分を見せてくれている。それがまたハードなんですけど、今後もっとずっとえ、今後もずっと羽生結弦選手は歴史に残る偉人になると思います。え神話みたいに語り継がれ、剣…磨か,かな。けん さんされていくと思いますよということでしょうかね。でもまだ辞めてませんからということですね。うん。そうそうそう。まあ、僕はね、現役ライターは続けてあの続けてくれると感じているんですけど、まああのではその現役の,の後の話ですね。うん。僕も羽生選手はフィギュアスケート何千年の歴史の一、ね、つに羽生を有するっていう名前は受け継がれていくと思うので、そういった意味でちょっとねあれなんですけどね。うん。でもちょっと僕は安心してますね今ね。うん。 はいえー、菅さん、ありがとうございます。えー、人気投票るまる芸能人の名前、好きですか、嫌いですかというサイトがあります。で、鍵山優真、坂本香織、三原舞のコメントを見ると、ほとんどがアンチによるひどい抽象コメントで読んでいて気分が悪くなりました、えー。選手の容姿を侮辱したり、実績のある選手を、ドへたでいい,いいとこなしだの、三流選手だのと、溶、えー、かしたり。 えー、不確かな根拠で人格まで否定するなど、バリ総合の嵐ですということみたいですね。これはちょっとかなりひどいと思います。ヤフーコメなどで,などでは、成績の出なかった選手を叩くコメントはありますがえ、選手の容姿を侮辱するようなコメントはありませんよということなんですが、このサイトはちょっと違法ではないでしょうか。 成績を出せなかった選手への批判はある程度許されることで、誹謗中傷とは言えません,もちろん行き過ぎだ、もちろん行き過ぎれば中傷になりますが、ヤフコメなど,ののなどのまともなサイトでは載せてもらえないような選手への侮辱コメントであふれており、通報しても聞き目なし、こんなサイトはなくしてほしいんですねということなんですが、これはあのなんで残ってるんですかね、こういったあのサイトが。うん とこれはひどすすぎるかなと思いますねこれは YouTube のあれか youtube ではなくて、えー、違う界隈ということになってくると思うんですよこういうのはまあ多分どんどん厳しくなってくると思うんで何かダメになっちゃう気がするんですけどね。うん、はい。えー、み川さんありがとうございます。えー、レポートに追われている間にいろいろあったんですね。 うん、なんかね、あったんですよ。ちょっと僕の勘違いもすみません、あったみたいなんで、なんか、あの、私はファンタジー・オン・ワイスのダムパリを1日に何回も見ています。ファンタジー・オン・ワイスに影響されて、レポートでレ・ミゼラブルについて書きました。どさふさに交じれて、ダムパリも入れましたよーということですね。わあ、すてですね、これは。ところで、ニュ,ニュートリノ天文学のコシバさんというですかな、ねまあ、アインシュタインとモーツァルトのどちらが天才かについて語っていました。 面白いですね。両方とも天才だが天才を絶対に他の誰にも真似できない人物をと定義した時にモーツァルトに軍配が上がると小柴さん曰くアインシュタインの方程式はそれが真理であって他の科学者がいずれ発見し証明可能である2016年に重力波を直接的に検出することができましたしかしモーツァルトの音楽はそうではない楽曲には音楽理論が必要ですが それを踏まえた上でも、モーツァルトの曲はモーツァルトにしか書けないんです。ああ、なるほど、なるほどね。そしてもの、そ,してその制作品は、現代でも人々を魅了してやまないもんです。4回転アクセルは、その技術が真理であれば、誰かが成し遂げるものですえ。もちろん、羽生選手が4回転アクセルを切り開いてきたから、最初に降りてほしいという思いもありますが、科学の世界では、こういうことはざらにあるんです。あそうなんですね、面白いですね、これね。 でも羽生選手のプログラムたちは、羽生選手がありなければこのように存在しないんです。えー、今季も元気続行が濃厚なので、理論を超えた羽生選手の感性が生み出すプログラム、フリースケーティングは新作かなを、えー、楽しみに待ちましょう。私は毎晩羽生選手の怪我が良くなりますように、そして早く4回転アクセルを降りれるようにお祈りしていますよ。今季も応援します。ということでね、うん楽しみなんですよね。 まあだからちょっと僕はあの勘違いしてたんですけど、まあ、なんかでも、今日コメント見て、ちょっと安心に変わってて、あと、一切 SNS をやらないんで、情報を頻繁に発信したいのも、えー、それで、えー、趣があると思いますよ、そうですね、うん、その通りだと思います。だからまあ、寂しいのと、でもなんか、それでもいいのとっていうところで、ちょっと混同があるのかなと思うんですけどね、うんまあ、僕はそれがまあ羽生選手のそれも魅力かなとは感じているので、 なんかちょっと今日は一つ、なんか仮がね、見つかったかなとちょっと僕は思いますね。うんはいえー、そして、クリさん、よろしくお願いします。えー、カブさん、こんにちは。えー、こちらで水のイベントの動画情報を知り、見に行ってきました。やはり文字で目にするのと、実際にお話しされるのと、見ているのとでは印象が違いますね、えー。引退後のお話もファンの質問に答えていただけなんですね。 え自発的な発言とか勝手に勘違いをして寂しくなっていただけでした。えでもちょっと引退の言葉が出ていただけでもこんなに動揺してしまうのに羽生選手のファンの現在の状況を思うと余計なお世話だと思いますが胸が苦しくなりますえ。もちろん現役でもそうでなくてもえファンであり続けるのは変わりないと思いますが。 えそれでも一日でも早く現役続行の朗報が届くといいなと思ってしまいます。そうですよね。だから僕もなんかそのそこがちょっとまだ、まあでも来期はね、根拠はね、とりあえず続けるっていうのはあると思うんですけど、ただオリンピックに向けてどうかなっていうところがやっぱちょっとあって、そこら辺のそのビジョンっていうのがね、ちょっとやっぱり気になるっていうのはあるわけですよね。うん。まあなので、まあちょっとそういったのがあったんで、もしかすると寂しい方も多いんじゃないかなと僕は勝手に ま僕個人としてはちょっと寂しい気持ちも正直あるので、だからちょっとどうなのかなって思っていたんですけども、まあでもさっきからコメント見ると、結構なんかそうでもないというような感じの人が結構多いのかなっていう感じも受けてきているので、どうなのかなちょっとね、わかんないですけどね。うん。なんだろ安心と不安のコンビネーションっていう感じかな。うん。 咲楽子さん、ありがとうございます。えー、かむくん、羽生選手は寂しいとかなんて思っていませんよということなんです。あ、あの、羽生選手じゃないですね。えっと、ファンの方にな羽生選手のファンですね。は、まあ、寂しいのかなとちょっと思っていたのかなっていうことなんですけど、確かに北京の時はあったかもしれませんが、今は違うと、あ、なるほどなるほど。そんな感じですよね。うん、確かに北京の時は、あの、なんだろう。ね、ちょっとそういったことがあったのかなと思いますけど、今は違うと思います。えファンタジーを見てそう思いましたし、 ファンタジーで新しい自分自身を開拓したと思っています。うん、まさに試合にそんなこだわらなくてもいいのかなっていうところでしょうかね。うんえー、ファンタジーで新しい自分あ。ファンタジーでは3年ぶりに再会した。スケーターたちもいたしえー、その中で先輩スケーターや引退した。田中圭司さんとクリケットで一緒だった。 旅の再会私には羽生選手と笑顔がたくさんあって安心しました。あなるほどなるほど。もうなんか引退された選手たちの交流ということですね。だとするとそういう患者と僕はいいかなと思うんですけど、まあ、もしねあの現役をこう続けていくっていうあたりやっぱこう最近のその何て言うんだろうモードとしてはこう仲間同士でこうなんか絆をこう結んでこう頑張っていくっていうそれがんか何なんか,なんかあか 最近のこう時代的な流れとしてムードになっていると思うのでまあ羽生選手の周りの,その年代とかの方また、あ、中継さんとかね日野隆二君とかも含めてなんですけどまあハビエルさん <laughs> ハビエル・フェルなんもで,ですけどあとはナムルーあ、えっとねナム君かもね引退したりとかっていうのがあったかと思うのでなんかそういうのを見てるとちょっとこうやっぱりなんかまあ現役ということに関して言うとまあそういったなんかムードがあるからどうなんだろうってね一りぼっち感じ ないいかななと,と思ってはいたんですけどなるほどアイスショーを含めてということですね。うん、だとするとあれですね僕の勘違いというかだとすると、あのー、まあ,、まあ、こあのプライベートだとしたらね、まあ、それでもいろいろ楽しくできるかなと思うんですけど、まあ、現役続行ということに関してはやっぱりこう何て言うんだろうね、うん、そういった周囲がやっぱりねそういったなんか仲間とかっていうのがやっぱねあるかと思うんで。 先輩スケーターたちの過去の活躍を知っているし、えー先,えー、先輩スケーターたちは、えー、ジュニアの頃からの羽生選手を知っているので、えー、気心が名古屋知られているという感じだったと思います。えー、最終日のあのダムパリは羽生選手のゼからの交代だったんではないでしょうか。 うん、僕もそれ感じましたよ。私は現役続行でもアイスショーに特化していきそうな感じがします。あなるほどです。でも、それで、ね、僕もちょっと、うすうす感じてますね。なんとなくね。うん、えもちろん、大会には出つつだとは思いますが、やっぱり羽生選手は格別だし、特別。え他の選手と違っていて、当たり前だと思っています。今までと違う羽生選手を見るのも私は楽しみです。 えダムパリは何回も見ていますし、2013年の世界選手権のダムパリも見つけてしまいましたということですね。うん。はい。で、えっと、t o d d h d 6のクリは、羽生選手じゃなくて、羽生選手ファンの方が寂しいのではというお話だと思いますということなんですがあ、あ、そうですね、その通りですね。うん。まあ、多分これも間違えてしまっただけかなっていうところでしょうかね。うん えー、桜子さん、えー、それは分かっています。私は北京までここまでの引退かなと思って寂しかったですが、うん、なるほど。ファンタジーを見たら寂しいとかあまり感じなくなりましたということなんで、嬉しいですね。うん。かえって新しい羽生選手を見たような感じがして嬉しいですということなんで、あの、そうそうそう。だからそういった意味で、まあ、新生羽生譲るということかなと思うんで、うん。ね、だから来季に向けて、まあ、現状を続けるんだったら、まあ、可能性は高いですけど、 まあすごく楽しみだなと思いますね。うん。はい。えー、ミュハーさん、ありがとうございます。伝、え、統、ー、です、えー。ダムパリが気に入りすぎて、2人の友達の LINE に動画を送ったけど、ヤフコメでアンチみたいなことは言われませんでしたよ。私の周りの人は優しいです。あ、で、なんか結構、だから、だとすると、アンチだからいないっていうことなんですね。なるほど。えー、ロンカップは継続だと思うので、今度、東京文化会に行ったときに、時間が余裕があれば、 時間に余裕があればサンサンスの資料とかを見てこえたらいいなと思っていますえここでオーパックの話を、えー、すると取られちゃうかもえ羽生選手のプログラムを通して学びを深めるの、えー、深めるオフシーズンだからこそできることだと思いますということですねうん、そうですねやっぱりその通りだと思います いちごプリンさん、やっぱりロ論カブ継続かな、ね、これ気になりますよね、僕も継続するんじゃないかなと思うんですけど、ステップやスピンをちょっと変えないといけませんが、さらに良くなればと思いますね。衣装を変えて、羽生選手といえば青のイメージですが、内に秘めたあのものを燃え盛る、えー、炎の赤だとも思うので、赤い衣装も久しぶりに見たいです。確かに赤衣装は最近見てないですね。うんまあ、ちょっと赤のの衣装ねなんかあの なんかミスが多かったイメージの色なんですけども、まあ,あの、なんて言うんだろう、ちょっと違う感じの赤とかね。うん。エササウムスも孤高の天才で、あそうなんですね。なるほど。孤独との戦いの中、数々の名曲を生み出しましたね。あなるほど、そうなんですね。うん。なるほど、なるほど。なんかでも、そうすると重なるものがあるのかなどうなんでしょうかね。うん。僕はね、そういう姿見て、かっこいいなって、ちょっと、かっこいいなってなんか思っちゃったりするので。 ウィファさん、ルール変更で振り付けを変える必要がありますよね。個人的にはもっと滑り込んでほしいプログラムではあります。以上は寒色系なら昨シーズンよりも明度を下げて、コバルトブルー基調で重くなりすぎないようなグラデーションやターコ,ターコ,イ,ターコイズグリーンを差し色にすると楽しいですよと思いますね。暖色系なら2シーズン目の秋に寄せてのデザインをローズマダーにして、 紫オリジン風に装飾したら面白いと思います。ということでございますね。うん。まあ、あの、えっとね。まあ、そのね、えっと、なんか濃いね、青とかにしてみると確かにいいかなとは思うんですけどね。どんな感じにしてくるのかね。気になりますね。うん。羽生君の。まあ、でも論も継続するんじゃないかな、確かに。うん。はい、えー、ピピニーピピニーさん、ありがとうございます。えー、羽生さんが SNS をやらないわけはなんとなくわかります。 私の大好きなプロゴルファー石川遼さん懐かしいですね。多分同じ理由かと思います。羽生さんはファンが作ったイメージと本当の自分との間にギャップがあるような感じがしますね。すごく分かります、これ。 うん、これは分かります、僕も、見て聞いてて、今え。常に羽生結弦を演じなければならない的な感じ、ああ、それもあるのかもしれないですね。もしかしあるいは、まあ、完全に自分に没頭するために遮断しているっていう可能性もあるかと思いますね。もっとその自分を出せばいいとは、今更ですが、批判覚悟で言いますが、北京の時につまずいた穴なのか、溝なのか、演技の後に見に行きましたよね。あれはしない方が良かったですね。えしてほしくはなかったです。 あと多分、羽生さんは4回転アクセルというやつ、フィギュアスケートは詳しくなくてすいません、を失敗しても、メダルベルは取れると確信していたと思います。うん。まあ、あのー、やっぱり、まあ、正直言うと、まあ、4回転アクセルを回避して、まあ、例えば、まあ、4回転ループであったりとか、まあ、サルコーとかでも、4回転ループもなくても、なくてもっていう、あれですけど、まあ、あのー、メダルを取れると確信はしていたと思います。相当のダ,ウンダメージがあると思います。 えー、それはやはり、えー、他人では特にファンには理解できないししてあげられないことだと思います。うんまあ、羽生くんの中で何があの何をどう、ね、思うのかっていうね、えー、長らく国民的アスリート元祖王子様を応援してきましたが今はほぼ時の人、と、えー、数々の塗り替えられない定年、えーね、功績もなかったことのようで、えー、寂しいけど、えー、プロが、えー、生涯をかけてですね頑張っているので、えー、それは あのー、これからはそれをただ応援するのみですねあとファンとして大事にしているのは考え方が変わっても理解に努める、えー、決めつけないこと、えー、進化していくのをそっと見守り応援するのみですねということですねその通りだと思いますよ僕も。うんまあ、なんで、まあ、結構今ちょっといろいろ難しい状況になってるかと僕自身はちょっと感じたんですけどでもなんかいろいろ分かってきてよかったかなっていうのはあるので、うん、ただまあ確かにちょっと氷最近なんかでも 結構ありますよねハプニングが国別対抗の時だって確かあの4回転サルコーがシングルサルコーになったと思うんですけど最近ちょっとそういった感じが多いので、まあ、あの時もなんも結構ありましたよねなんかコンドラチックだったっけな選手に対してなんかすごい批判がいったわけでなんかそういうのを見てでもそれがなか,なかったっていうことだったんで一体何が真相なのかも全く分からずもうカオスかなと思ったんですけどね、うんまあ、でもなんかちょっと ね、えっとでも羽生選手がえっとファンが作り上げたイメージと本当の自分との間にギャップがあるっていうのはなんか確かにそれは感じますね確かに、うんまあ、真相はちょっと分かりませんけどねはいえっとこれは大好きだよさんよろしくお願いしますこれは昔の動画ですね羽生くんどれくらい稼いでるのかを分析してみたってやつなんですけどえスポンサーがシチズン中国系でロッテ韓国系にして え削除されていない、えー、契約方式のがあるそうですが、ということみたいですね。ということみたいです。え日本国契約は連盟経由だから削除されていると言われています。あ、なんか、それはなんかあるんで、ちょっと違うということですね。他の国とは、中国とはね。うん。これもね、もう散々やったんですよ。揉めたっていうやつですね。まあ、結構なんかあの、でもね、90%ス,ペステレンが持っていくっていう話があったんです。それはね、なんか、 なんか嘘っっぱちだったらしいですね、うん、なんかあの真相はねえっとなんか全然違かったみたいなんでうんそう,そうまあでもね結構、まあ、持ってくってのはありましたけどそんなたくさんではなかったですねうんはい、えー、マリニーンさんありがとうございますカブ、えー、君へ、えー、なぜファンの間で対立が起きるのかカブくんの最終結論 えフィギュアスケートはけつ、えー、芸術でもあるがゆえに、えー、自分の感性が否定された思いになる、えー。その通りだと思う。全く、あ、その通りだと全く同感ですよ。うん。僕ね、それ感じます。なんていうのかな。あの、みんな別に気配じゃないんですよ。他の選手のことね。だけど、なんていうのかな。それがあ,あると思うんですよね。この選手がいいっていうと、私の感性否定されたのってこう思っちゃったりとか。前に三輪さんに、翔馬くんのラルク好きなところから、 感性が近いのかなとコメントしましまた私は、えー、美大のこれは油絵いか危ないかに行ったところ世間から見れば感性は同じような人たちと思うでしょう、えー、全員感性の中で別々の感性があって、えー、固有色があります、えー、休憩時間を話しても、えー、どんな意見を言っても誰も否定しません、えー、美大自体からの友達も卒業して社会に出ていくとよく否定されたり、えー、変人集まりあ 変人扱いとかされたり、まあ大変なこととなります。えー、高校時代も変人です。1学年に美大志望などは1人くらいしかいないので変人ですよ。だから美大時代は天国。歌舞伎の言うとおり関西の違いで戦っても拉致は開かない。これ結論。うん。まあその通りだと僕はちょっと思う。て、まあその通りは僕の言ったことなんであれなんですけど、まあそうです、ね。ありがとうございます。うん。まあね、そういったのがやっぱり。 あるるのかなとと思ってるんですけどねまあそれもこの僕の考えとそうじゃなかったりするときの考えとで、えー、まあこのね争ったりとかするっていうところもちょっと似てるかなとは思うんですけどただまあいろいろ勘違いとかもねやっぱあるのでまあでも今回の件は何て言うんでしょうかねあのまあ寂しい寂しくないの間なのかなちょっとこう。 なーー感じかなと思うんですけどね、うん、ただまあ、この感性が否定されたっていうところは、確かになんとなくフィギュアスケートの中ではその起きやすいのかなとも思うので、なんかちょっとそこは心配なのかなとちょっと思うんですけどもね。はい。あ、えー、TODD1963 から、かむくんさんのおっしゃる政策には私も同じことを感じます。あ,ありがとうございます。ということで、まあ、そうおっしゃる方もやっぱりいるということですので、まあ、ちょっとやっぱり、 あれでしょうかね、まあ、あの人によって感じ方が違うのかなというところかなと思うんですけど、いちごプリンさん、ありがとうございます。えマリニン選手はインタビューで、北京オリンピックを見て刺激を受け、羽生選手の4回転アクセルを参考にしたと言っていました。すごいですね、あの速度で、あの4回転、あの北京の後に、その爆速でしたね、速度が、うん。あれで、あの後からマリニン君、練習やりまくって、4回転アクセルを習得しちゃった練習の中でですけどね。 さっていうのは相当これ、天才かなとちょっと思ったんですよ。若い選手にその技術を脈々と受け継がれていくって素晴らしいですね。えー、羽生選手は金メダルという目標の時も誰が取ろうと僕も取りますと言いました。えー、4回転アクセルも誰が飛ぼうと僕も取りますという心境かな。なるほど。 マリニン選手は4回転アクセルは僕にとっては簡単と語った後、羽生選手は4回転アクセルは僕にとって難しいと語っています。いやこういうなんか発言なんかもなんか、ね、フィギュアスケート史に残るよねと思うんですけど、そうですね。あのマリニン君の4回転アクセルは僕にとって簡単っていうね、語ってるっていうのちょっとびっくりですね。一連の流れを見て、羽生選手はマリニンの発言も4回転アクセルの完成度も把握済みと感じ,てしま,感じました、えー。その上でファンタジーオンバイスでの演技。 多くは語らずも強い意思表明にめちゃめちゃかっこいいとね。思いました。うん、あれね。演技でだからそのなんかアピールしてるかなと思うんですよね。うん、もう言葉はいらないというか、まあ、羽生選手自身がその演技でなんか伝えてるのかなってね。ちょっと感じるので、うんまあ、そこがやっぱりあるのかなとね。思いますね。うんはいえ。跡部陽子さんありがとうございます。え、2回目。まあ、人気のスポーツで人気実力ともにある。選手はいっぱいいるから。 ファンの考え、えー、考える方がいろという、いうことだね。勉強になりました。ま、あそれを言っちゃおしまいだけどって、ね、<laughs> いうことですね。うん。確かに俺礼を言っちゃおしまいですけどってね。いうことなんですけどもね。うん。え、京子さん、ありがとうございます。えー、こんにちは。羽生選手勝手親切におばちゃんです。えー、親切、勝手親切におばちゃんとして、羽生君にちょっと味方しますね。 えー、宇野選手、マルディ選手、羽生君を卸に使う、しに、えー、使うのお話について、えー、それが本当なら、えー、羽生君、なぜにそんなにされるのか、おばちゃん、分かんないですね、うん。羽生選手は被災者でもあり、前足でもあり、えー、中注意書き、特別扱いではなく、えー、一般的な家庭の子であり、今までの競技におけるほとんど、えー、台に上がり、オリンピック2連覇です、そうですね、ほとんどだと思いますよ。うん、逆に あの台落ちしたっていうことはほとんどなかったと思います。えー、その功績は間違いなく一生肩書き、えー、に、えー、ついてきます、えー。それが事実です、えー。それは本人が厳しい環境下にありながら査磋琢磨してきた結果です、えー。何か家族の心配、家族のように心配になるんです。誰も羽生選手にはなれない。四回転アクセルが簡単なバレに組んでも羽生選手のようにはなれない。うん えー、羽生君の物言いとか性格とかを嫌う人もいるでしょう。おばちゃんはわざとやって,いあわざとやってないと思います。本、え、層、ー、ですよ。ファン、スタッフ、えー、コーチ、すべての人、そして何よりも家族の存在、えー、大事にしていきたい気持ちが立派な選手、大人になったんだと思います。えー、この瞬間もいろいろきっと勉強していると思います。 え自分のために、皆さんのためにえ、宇野くんだって、マリンくんだって、年はとるのです。えその時が来て、初めてその気持ちが分かります。確かに。ああ、なるほど、そういうことですね。うん。なるほどですね。私もそうでしたよ。話がまとまらなくなってきたんで、この辺で。メールに包まれている羽生くん、何を考え、何をしたいのか、そしてどうするのか、私は楽しみでしかない。どうなたかゆで卵ゆずるくんに伝えてというコーナーですね。うん。 まあね、羽生選手、今、何をこう、ね、考えているのか、だからじゃあ気になっちゃいますよね、うん。何をこう思っているのかって。なんかね、僕もね、一時ちこう気になっちゃうので、なんかちょっと気に,すん気にしなくていいでござるっていう感じですかね。はい。うん、えっと、コハクインさん、ありがとうございますえ。フィギュアスケーターのすてきなプログラムに大きな幸せをもらっていますが、え毎年1つの落胆と不満があります。 うん、なんかね、最初ね、あのー、なんか試合が終わってからの余韻がうわーっとなるんですけど、終わった後に結構、揉めたりとか結構ありますよね。現役トップ選手たちがステファンのスピン技術を再現していないことです。いや、あれはね、あれでもすごい、ステファンのスピンの軸の取り方はもうそれこそ、天才級ですね。うん、だと僕は感じますよ。えー、シットスピンの安定した回転ポジションで、限界値はステファンでしか見れないのです。 SNS をこまめに見てジャンプは練習を含めてしまうこと、えー、全種類の4回転が見れるようになりましたでも今年もあのスピンに匹敵するスケーターは出てこないでしょううおーなんだーということですねあのねステファンのねスピンねあれねなんて言うんでしょうかもうあの現役の今のプログラムシステムだと難しいんですよ、うん、かなり独創的なスピンなんですけど あの今の現役のシステム、まあ、2006年のトリノオ,オリンピックであったりとか、バンクーバーが始まるもうちょっと前、2007、8年までかな、は、まあま、いろんなスピンがまだこうレベルが取れるってなってたんですよ。ただあの、同じポジション,なんかポジションでもなんかその、ちょっとこう違うポジションでもそれ繰り返しになるからダメですよねっていうのが増えちゃって、ステファンにとっては不利になったんですね。なので 結構そのステファン・ランビエルのあのスピンをあのなんだっけな再現しちゃうと結構レベルがね取れなくなるっていうことが結構あるかと思います非常にそこは難しいかなと思いますねうん以前の、えー、ルールとかだとまあ結構なんていうんだそこがちょっとあったかなと思うんですけどイビリーさんしょうまくんこの僕がスピンを練習する気になるようなルールになるように期待してるっていう話してましたよ どんなにスピン頑張って点を取っても4回転で手をついたらスピン1個分くらいの点数を一瞬で失うからえそれならジャンプで一緒に練習しようってなっちゃうあなるほど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 確かに確かに1回手をついただけで GOE は3点伸びるところが3点失うかなと思うんで確かにスピン1個丸々どころがジャンプ1個4回転通る部分の点がなくなるみたいなこともあるので確かにすごいわかりますね。 コハクイさん、エミリーさん、観客が沸く,、えー、くから、あのー、やるよって感じのメンタリティもあのスピンには詰まっていてえノービスでもジュニアでもそういう選手が出てきてほしいんですねということですけどもね。うん、あのねステファンの、ね、スピンは本当に、ね、もう天才というか軸の作り方が本当に、ねね、独特でありすごいこも面白いですね。 あの感じのね、スピンは本当こう、何て言うんだろう、美しさがあるから、またね、ジェイソン・ブラウンとかのスピンとまた違うんですよね。彼もすごく上手なんですけど、また違った軸作りなんですよね。うん。ちょっとこう、バランスを崩すところはもう逆にいいっていう、なんかね、何とも言えないステファンの魅力、すごい面白いですね。うん、えー、エミリーさん、えー、コハクイ院様、ファンとしてはみたいですよね。ス、えー、ステファン・モンカのデニス君に なんかもう独特のスピンがあるけどやっぱり彼も4回転を飛ばないと勝てませんし勝たなければやはり見てもらえないのが現実でえ選手もジレンマを抱えてそうです、その通りですね、まあ、それもあると思いますあの。デニス・バシリエフ君、おもしいシットスピンありますけどねそういった独創性なんかもやっぱステファンは取り入れつつやってるのかなという感じがあるんですけど、まあ、バランスがやっぱ大事なのかなと思いますよね。 うん、まあでもバランスが大事って言ってもやっぱりこう昔ス沢さんがそれこそおっしゃってましたがジャンプは天才でスピンは練習とかっておっしゃってましたけどまあでもねそれはちょっと合ってるとこもあるし、まあ、全部が合ってるわけじゃないのかなとも感じるんですけどね。うん、なあ何て言うのかなそういったとこで、まあ、ジャンプなかなかねその簡単に習得はできるものではないので、うん、なかなかその。 選手同士で、で、異常なジレンマっていうのはあるかな、と、はちょっと思うんですけどもね。うん、はい。ええー、そして、えー、クッシュワイウィーさん、ありがとうございます。私はゆずしかあまり見ず、いつも、あのあ、好きなプログラムや衣装がいくつかあり。いつも私が見たい、羽生結弦の演技みたいなものとは違うと、悔やしながら。結局、動画で繰り返してみます。あの、アップしてくれる方々に感謝です。 平昌、えー、以来ファンを辞任するとは、えー、いええー、隠れアンチとそしらあそら、えー、そしられても仕方ないことの、えー、万年度仕事なりの勝手な考えもあります、えー。北京のショートプログラムには少し泣き、えー、今回の幕張開幕リアルフェイスレゾンやダムパリ、えー、特にダムパリでは心待ちにしてていた、えー、未来が少しずつ見え,たあ見え始めた気がしたんで え嬉しなししくきまたた、うんパ素敵でしたねああいう監督プログラムなんかやってほしいなあの試合でも、うん、ああいうせああいうなんかちょっとこう透き通る演技をちょっと羽生選手にか見せてもらいたいなってねちょ,ちょっと思うんですよ僕の中でね、うんまあ、これあくまでも僕のことなんですけど「えなんだかんだで泣かされています」「ファンの人たちの感動に煽られる場合も多分ありますがゆずの強い強いフィギュアスケート愛を信じてよかった」 四回転ファンも信じています。久しぶりに明るい気分になりました。世界中がフィギュアスケートを鑑賞したり、一緒に声援を送ったり、参加したりできる時代になりますように、ゆずのご家族も末永く元気でいてあげてくれますように、語ると終わりません。一応求めました。失礼いたしました。カブ君が元気なのも嬉しいです。つらつらと視聴させていただいております。あ,ありがとうございます。いやダムパリもレゾンもね、まあ、レゾン感をダムパリ、僕は個人的には、 作品を撮ったらダウンパリのが好きなんですけど、レゾンやってからのダウンパリっていうところが続くところが、なんともいえずダウンパリの魅力も上げてる気がするんで、これはね、ちょっと僕、沼,沼落ちしちゃう人多いんじゃないかな。僕は少なくとも、あとね、最近はちょっとあれですけど、まあ、かなりね、引き続き見てますね。うん、このシーンは本当ね、すごくいい演出、素敵な演出かなって思いましたよ、僕は。うん、はい ユ、えーミンさんありがとうございます。えー、羽生くんはたくさんの素晴らしい功績を収めました。えー、ファンも幸せで感動しましたね。えー、自分の進むように生きれば良いと思います。一人じゃ嫌だって、えー、時もあるけど、一人でいたい時もある。えー、周りと違うからって、えー、気になりませんよ。一部の欲張りなファンは一定数どこでもいます。後、えー、輩たちに脚光を浴びるときは、えー、文句を言わず邪魔してあげないで、 邪魔はしないであげてほしいですねということですね。こちら、返信がありますが、いちごプリンさん、ありがとうございます。この動画に至るまでの一連の流れを見ていただければわかると思いますが、ゆうゆさんは誤解していると思いますということですね。羽生ファンが何か不満を言ったわけではありません。フィギュアファンは選手へのリスペクトが足りなくて、他の選手のアンチ行為をあの手この手で行う問題が10年以上前からあります。 えー、そういったアンチについての問題提起があったんです。えー、それについてカブ君がそういったちょっとそういった、えー、ちょっとした問題が気になるのはハニューファンが寂しいかと結論付けました。あ、あ結論付けたはいないですよ。 うん、結論はつけてはいないんですけど私は根本的な問題はそこではないと思います。よろしければ私の書いたコメントを見てくださいということなんですがあの結論はつけてなくて僕のあくまでもそう感じですね今そういうふうに感じてるっていうところの、まあ、印象なので結論はつけてないですよ、うんまあ。あくまでも僕のこれ感じたことですからね、うん、結論ではないですね。うん えエチゴプリンさんえ、羽生ファンが羽生選手が置かれている状況に対して何か不満を言ったわけではないのにということですが、一連の流れを知らず、この動画だけを見た視聴者の中には、羽生ファンが何か文句を言ったら誤解する人が出てくるのではということなんですけど、えっと、実際にそういったのがコメントがあった気がするので、あの、なんだろう、なんかちょっとあれですかね、あの、ちょっと待ちくださいね。 僕のじゃあ勘違いだったっていうことかなぜ、全ては。うん、ちょっとあれなんです、分かんないんですけど。はい。えっと、マイク・マーティラさん、ありがとうございます。えカブ君、こんにちは。えドリーム・オン・エース見た限りでは、えマリリン君、ISU 公式試合で4回転アクセルを成功させる可能性は高いなと思いました。うん、そうですよね。まあ、あれの回転を見ていると、ちょっと可能性は高いと思うんですが、回転はできていましたね。あとはいかに着氷するかです。 ですね、ただ今回のルール改正でシークエンスが1.0倍になりましたからえコンビネーションジャンプの構成が増えるような気がしますね。これはおっしゃる通りだと僕もそう思ってますあの。コンビネーションの時代といっても過言ではないくらい今季かなりコンビネーションに面白くしてくるかなと思いますね。えまたあの 4, 回転4回転という難しいコンビネーションとかマルニックができる気がするのでそういったジャンプであったりとか、まあ、宇野昌磨選手のようなアクセルアクセルであったりとかね、まあ、そういった これまでには見られない面白いチャンプが増えてくると思うんで、まあ、宇野くんのそこファンそこファンの発言だった。 あんまりルール変わりませんよねという変わりませんよねっていうねことのことよりもかなり変わったかなと思うんですけどまあそこはいいとしてスコアを上げるにはいかにどちらの戦略を取るかですがねこだわりを取るかトータルパッケージの安定を取るかでも取りあオリンピックには魔物が住んでと言いますからね不思議ですけどということですねその通りだと思いますねなんかねあのそ,れそれがねすべてを面白くしてるのかなってちょっと僕は思うので うん、まあでも少なくともマリリン君ねどうなるんだろうまあいろんな意見があるかと思いますまだ PCS が伸びてこないかっていう僕もねそれを感じてるんですけどまあミラノオリンピックに向けてはねあのー、まあそこら辺の PCS も上げていくと僕は感じるしやっぱ4回転アクセルは僕にとっては簡単とか言ってますのでちょっとあのー、なんかどきも抜かれるっていう感じですからねこうあぜんっていうか目が点になっちゃう。 あ、あ、っていう感じ。かかか簡単だな。目が点になっちゃったりとかするんですけどね。うん、トリプルアクセルですら、もうかなり神わ技だと僕は思ってるんで、4回転アクセルってなったら、もうえってね、もうなんか、えちょっとちょっとね、これ簡単に語っていいことなのってね、うん、思っちゃうんですよね、僕ね。うん、はいということなんで、ちょっといろいろ僕の勘違いもちょっとあったっぽいので、そこはちょっと申し訳なかったんですが、なんか最近ちょっとそういった 感じを僕は受けていたのでそうではないということだとするとちょっと僕は安心かなとは思うんですけど、まあ、でも一方でやっぱり寂しいと思っている方もいるとも思っているので少なくとも僕はちょっと今羽生選手が引退したら寂しいかなというふうに感じてはいたんですけど、まあ、でもまあ今期はね現役を続けるかなというのは濃厚ですしだからまああのファンタジーオーバーエスが終わった後にまにいろいろ変わったのかなというのはありますけどね。うん、はい というわけで、まあ、でもね結論はつけてませんからね僕のあくまでもこれは感想というか感じたことをね話してるので結論はねつけないですねうん、まあ、たまに結論をつけることもちょっとあるんですけど、まあ、今回に関しては雰囲気的な感じだと思うので一、はいえー、つよろしくお願いします。